はい、今回の動画はですね、3週間ってことはないか、2週間か、約2週間ぶりなんですけど、まあ、ギリギリ2週目だね。うん。明日から3週目だから。はい。まあ、前年度末にね、1回だけ、まあ、公開して以来なんですけど、1回ね、公開して以来なんですけど、このチャンネルね、更新が、まあ、非常にね、遅れてます。更新頻度が。まあ、受験がね、終わったにもかかわらず。あれなんですけど、まあ、ちょっとね、いろいろあって、まあ、僕ね、大学に入学はしたんですけど、一応。はい。でも、まあ、ちょっといろいろと忙しくてですね、まあ、入学のこととか、まあ、あるいは、他のチャンネルのね、こととかもそうなんですけど、ちょっとね、あと、ネタがないってことです。動画のね、電車の動画のネタがないっていう感じなんで、まあ、しばらくの間ね、ちょっとこの状態が続きます。うん。1週間に1回とか2週間に1回とかね。まあ、正直ね、正直に言うと、僕は今ちょっと、鉄道に関する関心がちょっと薄れてきてるんですよ、僕自身が。まあ、要するに、鉄道にだんだんちょっと関心というか、なんかだんだん興味がなくなってきてるんですよね、はっきり言うと。なので、まあ、ネタ集めもちょっとね、まあ、せにゃいけんのんですけど、ちょっとね、どうなるかがわかんないんですけど。まあ、なんとかね、鉄道のね、まあ、興味を、取り戻せるようにね、頑張っていきますので。まあ、しばらくはちょっとこういう状況が続きます。はい。ってな感じで。ということで、まあ、最近、このチャンネルのね、更新頻度が、まあ、下がってる、理由について、動画に出しました。はい。まあ、本当に申し訳ないですけども、しばらくはこの状況が続くんで。まあ、下手すれば、1ヶ月動画更新しなかったとか、まあ、さすがにそれはないと思うんですけどね。でもまあ、3週間は、あり得るんで、余裕で。3週間はこの状態だったら、更新しないってね、いう感じが続くと思うんで。まあ、そこは、ご了承ください。ってな感じです。ということで、まあ、今回のご動画はこれで以上です。